どうもみなさん、霊夢です。マリサだー。ヨウムです。フランさんがいませんね。特徴がないから今回は消えたそうです。悲しすぎるだろ。まあ今回はかくれんぼをやっていきたいと思っています。全員初見でどこに隠れればいいかわからない状態だな。鬼はボールドマーカーですね。あ、そうだ。わらび猫いうかくれんぼは少し特別でね。見つかっても殺されなければ別に OK なんです。ただの隠れ鬼だろ。いや、それがもう一つ特別な部分があるんですよ。実はこのゲーム、進化するんです。いや、なんだよ進化って。はぁ、マリサはバカだから特別に全部ルールを説明してあげよう。かくれんぼのルールじゃないからわからねえんだよ。基本的には生き残ったチームの勝ちではなく生き残った人の勝ちなのです。だから他人を蹴落とすのもありなのです。まあもちろん生きてる間だけですけど、あとはスペシャルなしサブなし、それも誰かが思いっきり破ってそうなんですけど、そして進化するという点は後々わかります。今のルール聞いただけでも早うプヌシの考えそうなことなんだが、ていうか隠れる場所がなくて皆さん困惑してますよ。私もどこに隠れればいいか全くわかりません。壁裏に隠れるとかもうこれできない気がするんですけど、確かに見た感じそうだよな。ただいい場所は見つけたんですけどね。あ、そうだ、今回はゆっくり実況者として失格の無能さんがこの実況に来ております。どうも皆さん、ゆっくり無音と申します。むむ、鬼が通った跡がありますね。との自己紹介中に喋るのは良くないと思うんだけどな。誰ですか、自己紹介してくださいよ。こいつめっちゃ殴りたいんだけど。というか相手はボールドマーカーなので待ち伏せとか以外で捕まることはないです。多分まあ射程的にそうかもしれないな。パブロは鬼ごっこでチート並みだしな。相手一人の状態でこれ持ってくるやつとかクズだと思うんですよね。それな、私がクズですか。ふむふむ、ハッハッフ、ピコピコ、どんだけー。さて今から鬼ごっこでのパブロの凄さを教えてあげます。サントリーマーム食べてってもいいですか。実況中だぞ。あなたたち死にたいんですか。ちょっと君なんでこっちに来るのかな。おとり、一緒に頑張って逃げましょうってことです。いや、言い方を優しくしなくてもいいから。でもまだ君のところに行ってないからいいでしょ。ちょっと待って、まだって何。そんなに私を疑うんですか。じゃあ二人に私はどんな人か聞いてみましょう。私ってどんな人だと思いますか。牛島くんに出てきそう。近寄らないでください。最近幻覚と幻聴がすごいんですよね。おい、現実見ろ。ちょっと鬼さんついてきてください。え、何やってるの。いやいや、ここをうまく使って鬼から逃げるんですよ。その使うものに僕は入ってないよね。鬼巻くの難しいな。おいてめえ、こっちに来るんじゃねえ。気のせいですよ。思いっきり言ってるじゃねえか。ここに無能がいますよ。ふざけんな、あの野郎マジでやりやがった。そう、なんで巻き込まれなきゃなんねえんだ。鬼さんどこか行きましたね。霊夢のせいでやられたんだけど。ラッキー。霊夢を潰したい気持ちはよくわかる。皆さんで霊夢を潰しましょう。やれるもんならやってみろ。でもこれやられるよな。この私がボールドごときに負けるわけないでしょう。まったく。マリサもバカさんです。あれ、霊夢さんどうかしましたか。原発でも下ったんだろ。ファック、2試合目ですね。鬼が増えました。何人になったんだ。2人です。ちなみにさっきの試合は全滅しました。なんで鬼増やすんだよ。まあまあいいじゃないですか。全然良くないんだけど。ていうか次は邪魔するなよ。邪魔なんてした覚えがないんですけど。思いっきりしてただろ。そしてさっき30秒開始だったのですが、鬼が増えたので1分開始で少しは優しくなりましたね。少しですが、てかアップデートで曲が新しくなったんですけど、今流れてるトランペットかわからない楽器がおならに聞こえるんですよね。最初聞いた時にヨウムがしたのかなと心の中で疑っていましたが、違いましたね。ぶち殺しますよ。とりあえずスタートまでカット。さて始まりましたね。前回はゆっくり無音さんのせいで捕まってしまいましたが、今回は頑張ります。僕が君のせいで捕まったんだよね。ていうかお前もう完全に隠れる気ないだろ。だって隠れる場所ないんですもん。もう一回無音さんのところに行きたいな。二度と来るんじゃねえぞ。まあ来ないよう頑張りますが、もし逃げ道がそこしかなかったら仕方ないですね。あ、やばい、鬼にバレちゃった。さて霊夢選手はどう動くか。また無能のところへと行くのか。行くかもしれないです。二度と来んなっつってんだろ。霊夢がさっきからしていることがわからない人に説明しよう。霊夢は鬼を引っ連れて無能に押し付けようとしてるのだ。誰かこいつからコントローラー取り上げろ。もうこいつ真下にいるんだけど。あ、こんにちは。こんにちはじゃねえよ、分かってやってんだろ。さようなら。うわ、こいつのせいでまた場所移動しなきゃいけないじゃねえか。無音さんついてないですね。お前がやってるんだろ。さて、あの鬼はどこか行きましたね。今俺を探してるんだよ。黙らないで。あー、鬼が二人いるの忘れてた。そのままやられてしまえ。霊夢さんに鬼をなすりつけられた。無音さんがまだ生きてるのがすごい。霊夢のせいでいい場所がぶっ壊されたけどな。ちょっと聞いてくださいよ。後ろ振り向けないから鬼連れてるかわからないんですけどね。多分いるんですよ。で、あそこに無音さんもいるんですよ。助けて無音さん。こっちに来るんじゃねえ。まさかの二度目の妨害。ちょっとどこ行くんですか。なんでこっちに来るんだマジで。もううるさいな。諦めてあげるから黙りなさい。かくれんぼで霊夢さんが味方になるとこうなるということがはっきりわかる動画ですね。またこいつ俺の真下にいるんだけど。さすが自称煽り王ですね。これが煽りの神ですからね。煽りを効利用することもできるのです。そういや視聴者から煽り講座上級編まだかってコメントであったな。作るの面倒いじゃんと自称煽り王は言っております。うるさい名称煽り王だ。こんなに動き回ってるとか敵は煽ってますよね。そうだよ。ていうかいつの間にかやられちゃってるんですけど。あれれ、僕はまだ生きてるんだけどな。霊夢さん、あれだけ無音さんにちょっかい出しといてやられるのは。というかもう試合終わりそうなんだが。嘘だろ、なんであの無音が言ってるんだよ。ちょっと鬼どこだから最後暴走しちゃおう。あ、ちょっと待ってやばい、見つかった。誰か助けて。誰か助けー。よし逃げれるぞ。これはもう自業自得だぞ。さすがにダサかったというか。無音さんとねっす。ちょっとここの霊夢に僕を怒らせるとどうなるか教えてやるか。やれるもんならやってみんな。は、さて、3試合目ですね。ここから熱くなりますよ。今回私真面目にやるから無音さんに邪魔しませんよ。え、本当？嬉しいな。なわけねえだろ。また1試合目みたいにぶっ殺してやるぜ。あれ、無能さんなんでかくれんぼにダイナモローラー持ってきてるんですか。おバカちゃんなんですか。あ、間違えて持ってきちゃった。二人ともバカで終わり終わり。こいつと一緒にするな。こっちのセリフだよ。私いい場所知ってるんですよね。やってる途中にあそこいいなと思ったので紹介したいと思います。あ、やっとあそこ気づいちゃいましたか。ここなんですよね。どこだよ。この濡れる壁の裏です。ちょっとここ塗りたいんですけど、鬼に見られたら終わりなんですよ。気づかれないようにこの裏を塗らなきゃいけないのが一番の仕事ですね。
ね。よし今しかないですね。この裏にへばりついて鬼が全員真ん中ら辺に行ったら裏から表へと映るんですよ。まあ私の説明が下手でわからないという人は見ててください。これでおバカちゃんな鬼から簡単に逃げれるってことも見せてあげましょう。はっ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 は。なんかインクアーマーついてきたんですけど、今インクアーマーを使えるのはダイナモローラーだけだな。無能てめえ。進化するかくれんぼのルールその1、いつか試合開始までスペシャルが使えるようになる。それただ単にルールが崩れていってるだけだよな。そう、無能にはめられた。今日から有能ですね。あれ霊夢さんどうかしましたか。お前マジで覚えてろ。いい思い出になったから覚えてるよ。暇だから妨害しに行きますか。進化するかくれんぼのルールその2、外に出てもいた鬼を殺してはいけない。鬼をポイズンで妨害しまくってやるぜ。無音にやられたやつあたりを鬼の人にする人間のクズはクッソだ。まあなんだけどあいつ、ギャハハハ見てくださいよ。完全にルールが崩れていってるだけである。ふっはははははは。櫓に乗ってやったぜ。全滅したようなので櫓に乗って終わらせます。終了。まあ新ステージかくれんぼの感想だが、隠れる場所が少なくて真面目にやらないやつも二人くらいいたな。霊夢お前だぞ。お前もだよ。よしお前ら概要欄から俺のチャンネル登録よろしくな。ここで宣伝するな。よし今回はここら辺で終わりにしますか。では皆さんご視聴ありがとうございました。無音うるさい。